倒すかも。ミク。なんでもない。もしかして、みんなを待ってるの？別に、そういうわけじゃないけど。わかるよ。私も、みんなに早く来てほしい。真冬の歌詞が、どう曲に乗ったのか、聞きたいから。だから、別に私は。ミク、リン。みんな。今日はどうしたの？じゃじゃーん。新曲がついにできちゃったんだ。新曲って？うん。真冬があの歌詞を書いてくれた曲だよ。まだ調整は必要なんだけど。そうなんだ。よかったね、リン。え？リン、どうしたの？真冬たちのこと、心配してたみたいだから。そうなの。別に、心配なんてしてない。リン、あの時は、ありがとう。うまく言葉が見つからなかった時、リンが来てくれて、少しだけ出口が見えた。だから、今日はリンたちのために歌わせて。え？真冬、あんたがそんなこと言うなんてね。ダメ。真冬がそうしたいなら、いいよ。うん、そうだね。歌おう。それじゃあ、歌うね。再生。どうだった？いいんじゃない？真冬の歌、前よりも暖かくなってる気がする。あ、それ私も思った。少しずつ真冬も変わってきてるのかもね。そうなんだ。まあ、まだ実感できないのもしょうがないか。わからないことが。まだたくさんあるから。大丈夫。諦めないで探し続ければ、きっと見つかるよ。私も、一緒に探すから。うん。うんうん。いい感じにまとまったね。ってことで。
みんなも今日は来てくれてありがとね。また私たちの曲を聴いてほしい。ありがとう。またね。諦めなければか。僕もいつか。瑞希、どうかした？あ、ごめん、今行く。